とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タワーをマルチプレイ、やっていきたいと思います。4人マルチは初めてかな。2人では行ったことあるんですけども、4人では初めてですね。OK。今日はこの4人で、行ってみましょう。俺は、あれだね。釣り竿なしで行こう。1階があれか。どれぐらい敵が出てくるかだよね。多分クリーパーが相当数出てくるとは思う、やっぱりね。うん。なんでクリーパーだけ注意すれば、まあいけるか？オッケーオッケー。とりあえずクリーパーを全部処理してしまいましょう。やば。うん、クリーパー、おい、すっげえ数だな。ちょっと待って、結構ひどいな。やばい。これひって。マジで？これきついぞ。ちょっと待って、これ回復してくるわ。これ一回きついね。あーでも、クリーパーが終われば大丈夫だわ。うん。最初のあのクリーパー地獄がひどかったね。あー、まだいる。あっち側いるよ。でももう大丈夫だね。うん、4人マルチでのクリーパーの数すごいわ。えぐ。さあ、みんな何で行く？俺はな、あー、なるほど。アイアンハンドアミレットはありがたいね。じゃあ、俺はそれに便乗する感じで。うん、使ってもらって。ありがとう。周りにね、効果があるんで、いいんだよね。ちょっと待って。やだな、これ。おい！クリーパーも出んの？うわぁ、ひで。いや、数よ、これ。数がひで。ちょっと待って。やばい、オッケー。ここ数マジでひどいね。やっぱ4人マルチも今回も結構厳しい感じか。うん、前回もね、前々回もマルチは結構厳しかったけども、はい。まあ、いけなくはない感じか。まあ、今後次第。なんで行くみんな。ベッグス持って行ってもいいかなとも思うし、ちょっと待って、俺爆発のクロスボウ持って行って、矢を増やしつつ、行こうかな。うん。やっぱ矢の数が結構重要になってくるんで、いや、待って、この3回きついな。シュルカー出るでしょ。ここいやきつそう。ちょクリーパーも来るんかい。いやひどいこれ。しゃうわシュルカー嫌だな。待ってすごい敵の数すごい。いやでもポンポン出ないか。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、オッケー。いや、この嫌な敵の中にさ、クリーパーがいると、ちょっとマジで、戦いにくい。まずお前だ。いやー。嫌なやつ。よし。あとは、シュルカだけ？だね。これ開かないとちょっとダメージが入んない。オッケー。ありがとう。3回クリアです。なかなかきついな。いや俺はまだこのまま行きましょうか。いやそうか、釣り竿は使わないんだ俺。釣り竿使わないか。オッケー、魂のナイフで行きます。
エンジャーはまあエコ1入れときゃいいかな。くぅ、ここもお前がいるんだよね。うわぁ、カズ、ちょっと待って、置き換えらせに行きたいけど、よしよっしゃ、オッケーオッケーオッケー、サンキュー、いいね、いいよ。これやられちゃうとね、ほんと敵がどん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 湧いてくるんで、どんどん無理ゲーになってくるもんね。よし、オッケー、終わり。いや、まだ、ああそこにいるのね。4回クリアです。いけるいける、いらんかな、俺いらんわ。おお、ブラスト取る人とかいるね、やっぱね。お、装備がもうだいぶみんな変わってきてる。本当にね、装備好みがこれ分かれるよね。倒せるか、倒せねえ。おーおーおおお、ベクスいいよね、ベクスいいね。これあれか、でビーストバーストあったっけ、どうだったっけ。うわ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 、ビーストバーストあればベックスだいぶいいよね。もう終わり、この辺からはもう敵が多分そんなに多くないもんね。 OK、 5回クリアです。俺はコグで行くけども、お、やっぱり結構みんな違う感じだ。いいね、違う感じの、いいよ。やっぱそれぞれがね違う感じで行くっていいんだよね。ちょっと待って、よし、やばいやばいやばい、下はいない、あ、いるいるいる、マジかマジか、ちょっと待って、出てくる前に、オッケー。でもクリーパーの爆発でやられたな。よっしゃあ、まだいるね、ここ。上は、あ、上にもいる。ちょっと待って、よし、硬っ、硬い硬い。まあパワーシェイカー持っていこう。次がボスだっけ、789回がボスだったような気がするな。はいはいはい、あ、出るんだクリーパー、出るんだ、嫌だね。オッケー、ソウルもだいぶたまってきていい感じよ。うん、これ最後に魂の共鳴を入れようと思ってやってます。怖えな、あっぶね、ああ、余裕。クリーパーの数もそう大したことなかったね。釣り竿をいつもは持っていくんだけども、今回俺釣り竿なしでいきます。あ、1人釣り、あ、2人か、2人釣り竿でいくか。やばい、ここは無理、あっぶねあぶね。よし、 OK、 大丈夫かみんな、よし、こいつら倒さんとね、どうしようもないもんね。ちょいちょいちょい、これ下から行こう、あっぶな、 OKOK、 あいつこんにゃろ、よし OK、
ジオマンサーいるとね、本当に動きが制限されて嫌だもんね。そして終わり？あ、いや、まだいる。あと1体。よし！ 8 回クリアー。あ、1人落ちちゃった。あ、今回羽もあるか。羽ありか。まあまあ、いいや。そうか。なら、もう他のことでもなんか使っていけそうね。こぐ。はい。あ、一人戻ってくるまで待ってた方がいいのかな。やっぱり落ちちゃったみたいで、3人になりました。まあ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 、釣り竿ないから。あ、でもまあ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 、そこそこ減らせる減らせる、大丈夫よ。あ、でもザコなかなか倒せないかもね。あ、戻ってきた戻ってきた。ちょっと待って待って待って、減らせます。まずは OK。 あ、ありがたい、回復はありがたいね。よし、終わり。誰か取る？ 俺はいいよ。取って取って。行きましょうか。スノーアーマーで。行きます。11回。ここは何だっけ？あ、ポーションバリアもちゃんと入ったね。いや、マジか。いいね。やべえ、ここでやばい。うーっそ。よし、あー、ちょっと待て、あいつがいるといかん。よし、 OK。 まずは生き返らせないと。敵がね、増えまくるからね。おお、あ、そっか、釣り竿のね、そういう使い方できるんだよね。オッケー、これいつらでおしまい。11回クリアでーす。やっぱマルチはなかなか辛いところがあるね。武器変えればよかったかな。まあいいや。うん、いい、このまま行きましょう。12階はまだまだいける。で、多分ね、12、3階で武器来たよね。わー、マジか。失礼しますね。うわー、こっちにいるんかい。うん、これは戦いにくいわ。やばい、俺のもうパワーが全然少なくて倒しきれない。まあまあ、うん、パワーシェイカーでなんとかいくっけないもん。 OK、 よし、武器が欲しい。そろそろ武器いるよ。もう武器が必要。あー、あれ一人落ちた。まあまあ、すぐ戻ってくるでしょう。あー、戻ってきたね。 OK、 やっぱね、装備選びにもやっぱりその人の色が出るね。あ、ちょいちょいちょい、これはもう俺火力不足だわ。とてもじゃないけどもう倒せない。よし、落とせ。え、俺冗談入れてる？入れてるよね。全然冗談しない。ほい、いや3入ってるよ。
あれ、もうちょっと長弾してもいいと思うんだけど、全然長弾しない。はい、13回クリアですね。あー、武器変えたいんだけど武器変えたいんだけどさ、アーティファクトが出るか。オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、もう仕方ないよ。愛のメダルは絶対いるもん。いけ、よし、ナイス。おーい、間に合うか。よし、間に合った。やっべ、ちょっと待って、これ処理します。ありがとう、処理してくれた人。あぶねえ、クリーパーは死ねる。クリーパー死ねるよ、こんな狭いところで出てきたら。終わりー、14回クリアー。うわー、ダメージ受けてるね、俺なんかダメージ受けてるよ。いやー、違う、この武器じゃないんだな。まあ、ここはね、弓とパワーシェイカーとメダルで、まあまあまあいけるだろうから大丈夫でしょう。オッケー、愛のメダルよ、もう本当に愛のメダルがもう最高。あ、やばい、いいね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 、ギリギリまでこっちを開かずに、いった。ああ、はい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 、トライデントね、トライデント投げちゃったか。 OK、いけ、愛のメダルを使って、うんうんうん、え、どこ、あ、なるほど、あっちでやられてるんです。そこ見てなかった。ちょっと待って、俺行ってくるわ、俺行ってくる、ちょっと。ああこれはきつい。ああ、仕方ないね。仕方ない。うん。これはちょっと見てなかった。すぐ救助に行くべきだったんだけどね。いやいやいや、ミスったな。ちょっと完全に今のはミス。よしよし。まあ、今のはね、多分ね、トライデントをミスったんだろうね。仕方ない、トライデントのミスはもう仕方ないよ。よし、あ、愛のメダルである程度いけそうだね、これ。いけ、はい、ナイスナイス、 OK、いいね、もう終わりじゃない。はい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 、いや、なミスがなければね、全然余裕なのよ、ミスなければ。あー、うーん、武器変えたいには変えたいんだけど、まあいいか、サイスでいいや。うん、あ、一人落ちた。まあ、すぐ戻ってくるでしょう。いや、動かないところを見ると、あ、動いた動いた、全員落ちたかと思った。ああ、エンチャを入れてたのね、エンチャを入れてたわけだ。全員落ちたかと思った。共鳴とこんな感じかな。 OK です。釣り竿がいれば、まあまあ余裕で勝てるでしょう、問題なく。いきましょう、どっちから行く、こっち、おっ、 OK、 釣り竿いや、もう余裕だわ。17回クリアです。
パワーシェイカーとチェンジだ。うん、ドラはね、一人だけ持ってれば十分なのでいけるでしょう。うん、いい、大丈夫大丈夫大丈夫ね。ちょっとやっぱ釣竿をね結構使うんで火力のなさがもう本当にわかるね。釣り竿はね火力やっぱえぐいんだ。まあそりゃそうか、釣り竿あれは火力えぐいよ。ちょっと待って、もう使え、使っとけ、もったいなかったけど。よし、オッケー、行きましょう。うんうん、ここはもうね釣り竿がなんとかしてくれるんでいいでしょうよ。いけ、おっ、リプリーフいつの間にか2体とも倒してる。いきます。あとあと6回か。うんうんうん、もうすぐです、もうすぐクリア。ボンクラブ変えようかな、変えよう。うん、釣り竿ないならこれがいいわ。そうで、エンチャをなんか入れましょうか。こんな感じでいいかな。 OK、 222入れてね、いきましょうや。大丈夫か。おお、これはなかなか敵が多かった。あ、でももう終わりか。ん、違う、ああいたいた。もう一気にバーって出てきてもう一気に終わったね。まあまあ間違いなくこっちでしょう。うん、ゴーストリーだね。ゴーストリーのクールダウンですよ。大丈夫？行きましょう。行け。ここは本当にね、愛のメダルがね、むちゃくちゃ役に立つのよ。やべ、あっぶね。釣り竿がすごいな。そう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 、釣り竿はねこうなるわな。ここはね、いけ、ナイス。うん、素晴らしく早い。あれ、一人落ちた。またなんか一人ちょっとあの回線が不安定っぽいね。うんうん、そのままいきます。またすぐ入ってこられるでしょう。もしくは違う人が来る可能性もありだね。うん、クールダウンはもう1でいいや。2入れても2ではそこまで変わりはないんじゃないかな。いけ、いいよ。クリーパー出ないね。は出ないなら余裕です。ちょっと待って、意外とやべっあっぶねあっぶな。ありがとう、20回クリアでーす。戻ってきてないね。まあまあ最後には戻ってくるかな。うーん、バトルローブでいきます。俺は攻撃力上がるからね。でもね、エンチャントがこれなんもないんだよな。エンチャントなんもねえな。まあいいや、武器になんか入れとけばいいかな。はいはいはい、あ、戻ってきた。回転が若干不安定なんですよね。
はいはい。もうめちゃくちゃ逃げるじゃん。これも愛のメダルを次から使おう。いけ。リンパ出ないかな。ここは。おーし、ナイスナイス。おお。それ持ってんだ。いいね。よし。もうちょい。ナイス、いいね。いいよ。22回楽勝。もう余裕だよ。もうすぐクリア。アップドラフト、いや、いらないね。うん。おお、もういきなり出てきた。ここがね、うわっ、クリーパーをね、間違えて愛のメダルにかけるとダメなんだよね。クリーパーをね、やっちゃうとダメなんだよな。 OK。 いや、ちょっと待って。よし、どこどこ。 OK。 やっば、任せた。クリーパー処理。よし。クリーパーはね、ほんとね、仲間にしても爆発するからね、あいつ。要注意だもんね。まあ別にいらないけどもね。まあ取っていこう。もうボスまで楽勝でしょう。はい。何あげる。もう、いやいや、ボンクラーあげようか。うん、ボンクラブあげていこう。いい、いいかな。ではボスいきましょう。演者を入れて、うん、いらないけどね、多分速攻だよ。おっしゃー、どこだ。あ、そっちかい。見事に全員ブラインド。では報酬見てみまーす。何が来るか。よくない。タイタンぐらいか。でも火炎フォーカス1。いやー、全然ダメです。はい、ということでタワー4人マルチやってみました。1,2,3 かな、難しいのは。うん、まあ、とにかく敵が多かったね。でも、まあ、いつものタワーに比べるとちょっと楽な方だとは思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。